えー、こんにちは、そっかじゅうのです今回ですね改めてねこの有料のビジネス塾とかそれからオンラインサロンっていうのがね今たくさんありますけどもこれが何で詐欺って言われるのか詐欺っていう人はどういう人なのかってことを考察してみようかと思うんですよねまあいつも例えるんですけども東大合格塾みたいなのがあるじゃないですかそれとか東大じゃなくても大学に合格しますよとかね高校進学塾とかあるじゃないですかじゃあ合格しなかったら詐欺なんですかね でも合格者って全体の割合からすると2割とか3割とかっていうふうに優秀な塾でもそんなもんなんですよ3割バッターなんですよじゃあほとんどの方が言ってみれば合格しないという塾と言えるんですよね過半数が通らないわけですよじゃあどういう人がこの塾のことを詐欺っていうかっていうと多分合格しなかった人でしょうねもちろん自分の努力が足りなかったっていうふうに そういうい方はね、正確な判断ができるんでいちいち詐欺って言わないと思いますけどもビジネス塾で稼げない人ってもう決まってるんですよビジネス塾で稼げない人って商品が作れない人もしくは集客ができなかった人もしくは販売ができなかった人ね。この3つができた人って売り上げ上がるわけですから詐欺って言わないですよねじゃあどうやって商品を作るのかどうやって集客をするのかどうやって セールスをするのかってことをただ単純に教えていくだけが塾なんですよでその教え方もこうやったら結果が出るでしょっていうふうに見してるだけなんでこれね誰がどんな商品にベストマッチしてるのか誰がどういう集客方法をすれば集まるのかどんなタイミングで誰が誰に対してセールスするのかっていうことで効果変わってくるんですよね。言ってみみれば資格格試験とか合格絶対塾みたいなのは 一定の点数に達すすれば合格はするんですよでもビジネスっていうのは人の気持ちですからタイミング悪ければねもしくは成立した時の表情の一つでも売れたり売れなかったりするんですよこういう不確定要素がたくさんあるんでだから圧倒的な行動量が必要なんですよねたくさん行動することによって確率を高めていくしかないということなんですよだからそれがね 少しの行動力で例えば10やって1売れればまだいいですよでも10やって大抵ゼロなんですよ100やってもゼロなんですよ1000やってやっと1とか2なんですよっていうことは1000ぐらいの夫的な行動力ができる人しか成功しないんですよねいやそのくらいできるかってことなんですよじゃあお前はどうなんだって言われますけども私の行動量ってのは YouTube の動画アップロード本数にそのまま見えてると思いますよその他様々 YouTube のアップロードが一番最初になったのがいつかそれから一日たりとも耐えることなく YouTube で露出し続けてると思うんですよで非公開動画もありますんでねこの上にでリアルセミナーもありますんでね面談もありますんでねつまりはこれだけしかやらないような人生に振り切ってるわけなんですよでここまでやって売れてないってことはないですよね、うん、で私のそっか塾の塾生さんもうんあの 売り上,上げ上げてる人とかねうまくいった人っていうのは,それは全員じゃないですよね全員じゃないけどもじゃあ東大に合格した人が詐欺って言いますか、ね、ビジネスで稼げた人が自分の属した塾が詐欺だって言いますかってことなんですよつまりは確率がどうあれ自分がうまくいってれば肯定されるんですよ自分がうまくいってなければどんだけ誠実にやっても否定する要素になってくるんですよこれはずっと変わんないですよね、うん、で中にはね 学校がとんんんでででもももななない、いいろくなもんじゃかかったったてうう人もいるすすよどうですかね学校、小学校中学校高校大学専門学校いろいろありますけどもいや学校に行けてよかった人生救われたっていうふうに心から思える人ってどのぐらいいますやっぱり小学校中学校は義務教育なんで無理やり行かされたところもあると思うんですよいいこともあり悪いこともありだと思いますけども捉え方それぞれじゃないかなと思うんですよね それに尽きるんんじゃなないかなと思うんですけどねだから受け取る人がどう考えてるのかによってその人から見たらインチキでありまがいものであり詐欺でもある人から見たら人生のきっかけを与えてくれてありがとうノアコインっていうのがね暗号通貨でありますけどもそれによって大きな学びになって投資ってものが分かったっていう人もねいると思いますし自分に足りなかったものに気づけたっていう人もいると思うんですよ。 まあもしくはノアコインで稼げた人もいるかもしれないですけどね。でつまり世の中ってみんなが平等に100%稼げるものもみんなが平等に定員に関係なく合格できるところもないんですよね。結局は一部の人しかそこにたどり着かないんですよ。いやそれは別に私が言わなくても前提として共通認識していることだと思うんですけどね。だから一生懸命切実にやってきてきも 結果は出ないいっていうこともあるんですよねそういうことじゃないかと思うんですよみんなが一生懸命やったからといってみんなが野球のレギュラーになりますかね全員が甲子園行けますかね非常に限られた人だと思うんですよでビジネスで成功するっていうのは甲子園に行くよりも難しいんじゃないかと思いますけどねそれとも簡単ですかねこれも捉え方かなと思いますけどもはいということなんでやっぱりね敗北して腐りたくなかったら 結果をつかむしかかなないのかなと思うんですけどねもちろん最初から詐欺なところもありますけどねでも詐欺って何でしょうかね必要最小限の労力でたくさんの売り上げを持っていくもんだと思うんですよ詐欺っていうのはねでもどうでしょうかねもし私に対して詐欺っていうふうに指さす人がいるとしたら、まあ、即可衆の入塾費用見ていただきたいと思います <laughs> いやこれでね ここまでやらないと思いますよ。まあ、もちろんね、割に合わない詐欺をやってるのがお前だって言って私を指さすかもしれませんけどもね。まあ、そこまで言われたらもうどうしようもないかなと思います。ぜひね、ファミレスに行って、500円払って食べたパスタがまずい、詐欺だと言ってみてください。でも、ファミレスに行ってパスタを食べて、安い、もう最高だ、これが世界一美味しいんだって思うんだったら、それはそれでいいんじゃないですかね。世の中にはね、10万円のパスタもありますんで。<laughs> 10万円なんて払ってらんねえよって方もいると思いますしまあ妥当だよねっていう方もいて成り立ってると思うんですよ、うん、まあいろいろと申し上げましたけどもあの全てのことを私が基準をつけることはできませんけどもまあ有料の塾が気に入らなければ無料の塾を探せばいいんじゃないかなとただただそれだけなんじゃないかなと思います世の中には有料のものと無料のものありますんでね以上ですでは失礼します